両光院は、京都府京都市左京区黒谷町にある、浄土修大本山根海光明寺の塔中である。両光院は、かつて僧侶であった、滝川武尻により混流された。滝川武尻の側女は大変器量が良く、北こ所にも気に入られていた。北こ所は、秀吉が朝鮮に遠征した際、捕虜として連れて来られた李氏朝鮮の男性を、有利の側女の召使いにと使わした。 ところが、即女は十七歳の若さで亡くなってしまった。そこで、おすりは、即女の死を痛み、今回孔明寺に達中を混流した。そして、即女の戒名の両孔院から名を取り、達中の名を両孔院とし、母大を弔うことにした。即女の召使いは、即女が亡くなった後出家し、宗としと名乗った。彼は、長い修行の後、再び、 黒谷の地に戻ってきて、両校院墓地の即女の墓の前で、念仏をひたすら唱えていた。宗都氏はの西雲院を建立し、念仏三昧の生活を送ることになった。その後、明治時代になり、廃仏希釈などの影響もあり、一時住職がいないという時代もあった。現在の仮覧は臨地にあった別の立ちゅを合わせたものである。 本堂は混流当時のものと言われている。なお当寺院は今回光明寺内の達中で唯一寺院内の墓地を持つ。秋は紅葉が美しい。ありがとうございます。